こんにちは、ケンです。今日は九州の工業地帯の中心地として発展してきた北九州の歴史を振り返ってみたいと思います。北九州は大規模な工場群や古き良き商店街が残っている一方で、映画のロケ地としても何度も使われるなど様々な顔を持つ都市です。さらに戦前戦後から残っているディープなアンダーグラウンド的な街並みも数多く残っています。早速北九州市の歴史の奥底に潜っていきましょう。北九州市は九州最北の福岡県の中でも最も北に位置する都市です。九州の玄関とも言うべき福岡市に次いで第二の規模を誇る都市です。政令指定都市の一つであり、人口は約94万人。昭和12年の小倉市の地図です。上の方に小倉港という文字が見えますね。これは現在も残っている小倉の漁港で、釣りの人気スポットにもなっている場所です。この当時はまだ北九州市という名前の都市は存在していませんでした。現在の北九州市の形になったのは昭和38年です。この時に門司市、小倉市、戸畑市、八幡市、若松市の5市が合併して北九州市が発足しました。発足を記念して10円切手が発行されています。現在の北九州市も Google マップで見てみましょう。先ほどの1937年当時の小倉市に相当する場所を見るために少し拡大してみます。地図の左側、上の方がせり出していて広がっているのが確認できるかと思います。これは昭和37年頃から地元の企業が不足する工業用地や港湾設備を補うために埋め立てを行った結果です。この北九州市はかつて日本四大工業地帯の一つと言われるほど工業が盛んで、日本の高度成長時代を支えてきました。ただその結果、官営の八幡製鉄所の工場から出る煙はもうもうと空を埋め尽くしていました。今では信じられないかもしれませんが、勢いよく立ち上るこれらの煙は七色の煙と呼ばれて、工業が盛んな象徴とされていました。高度成長期の当時においては、産業の発展が何よりも重要視されて、公害が問題とはならない時代だったのです。空だけではなく海も汚染されました。この工業地域は道海湾に面していますが、八幡製鉄所が盛んに活動していた1950年代から60年代にかけて、その工場排水が垂れ流されていたのです。道海湾とは北九州市の北西部にある幅およそ100メートル、長さ10キロほどの細長い湾です。公害対策基本法も整備されていなかった時代ですから、大腸菌すら住めないほど汚染されていて、死の海と呼ばれていました。写真を見ても海が黄色く染まっていて、汚染されているのがよくわかりますね。現在では浄水処理を徹底して水質を改善した結果、右側の写真のように青い海に戻り、再び海の生物が湾内に帰っています。さらに八幡製鉄所が日本製鉄九州製鉄所八幡地区と変わってからは、原料の鉄鉱石の輸入先が変わった背景もあって、その規模は縮小しました。2015年には工場の事務所建造物が世界遺産に登録されました。2017年には工場跡地に建っていたテーマパークスペースワールドは業績悪化で閉園し、2022年にはイオングループが巨大アウトレットモールを開業する予定とのことです。ここからは発展の中心地となった小倉の街を中心に見ていきましょう。小倉は北九州市の都心で、 JR 小倉駅周辺を中心に繁華街や小倉城、松本清張記念館、北九州芸術劇場など多様な施設が存在しています。小倉が北九州市のどのあたりにあるのか Google マップで確認してみます。写真の赤い線で囲まれたエリアが小倉です。北九州の中でもさらに北の方にありますね。小倉が都心として栄えたのは福岡藩小倉城の城下町であり、江戸時代に長崎と小倉を最短距離で結ぶために整備された長崎街道の起点だったからです。 JR 小倉駅から徒歩で7分ほどの距離にある時和橋の古い写真がありました。撮影されたのは大正時代初期とのこと。人力車が走り、着物姿に洋風な帽子をかぶる男性など、人々が活発に行き交う姿が見て取れます。こちらが現在の時和橋です。この橋は1995年に江戸時代と同じく木製の橋に建て替えられたそうです。赤い欄干の色がだいぶ落ちているのはわかると思います。そんな北九州市ですが、第二次世界大戦の被害をほとんど受けなかったため、工場地帯だけでなく商人・職人の町の多くが現存しています。
そんな商人たちが活躍し現在も残っている北九州の台所旦過市場について焦点を当ててみたいと思います。旦過市場は200以上の店が連なる北九州を代表する市場です。 JR 小倉駅から歩いて7分ほどの距離にあり、1日に3500人以上の人が訪れて活気にあふれています。市場を一歩外に出るとオフィスビルや今風なお店が多数並んでいるのですが、旦過市場だけはタイムスリップしたようなレトロな雰囲気を味わえるのが特徴です。左側にクジラ書かれた上りが見えるかと思います。旦過市場では名物のクジラ肉や郷土料理のイワシのぬか炊き、ジンダニが販売され、しばしばテレビのグルメ番組などに取り上げられています。そんな旦過市場の始まりは、大正時代にすぐ隣に流れている神嶽川を登る船が荷物を下ろして商売を行ったことだと言われています。主要な道路が近くにあって住宅街に周りを囲まれていたことで人が集まる賑やかな場所になりました。近郊の農家から野菜や果物なども集まって次第に大きな市場へ姿を変えていきます。第二次世界大戦中はほとんど稼働していませんでしたが、戦争が終わるとたくましい小倉の商人たちが集合し生鮮食品を扱う市場として再開しました。戦後しばらくは闇市的な空間でしたが、昭和30年頃から現在の建物に変わり、市場自体も旦過商業協同組合、小倉中央市場協同組合がまとめるようになって最盛期を迎えます。当時から現在まで続く旦過市場の最大の特徴は川に張り出した木造建築の店舗たちでしょう。これは小倉湾の潮が引いた時に船が出入りできなかったため、神嶽川の上に無理やり張り出して建物を建てたからです。今は河川法によって新築は許可されないので非常に珍しい光景となっています。この木造建築が密集した旦過市場の姿を使って1960年代を時代背景とした映画初恋の撮影が行われています。主演は女優の宮崎葵。3億円事件の犯人が18歳の女子高生だったらどうなるかという大胆な設定で主人公の女子高生の初恋を描いた作品です。東京が舞台の映画ですが、旦過市場の独特な姿がロケに使われた理由でしょう。今では新規建築が許可されない木造建築ですが、市民に新鮮な食料品を供給するという重要な役割を持ち、さらに大正時代から長く小倉の礎を築いてきたことから、これらの店舗は条件付きで認められて今日に至ります。そんな旦過市場ですが、実は神嶽川の浸水で大きな被害を受けて2009年と2010年の2年連続で営業を一時中止する事態に追い込まれたことがあります。川の上に木造の建造物が立っていること、それらが老朽化した上に密集していることなどがこれまで防災上の問題点として指摘されてきました。護岸も古くなって崩壊するのは時間の問題かとも言われてました。実は旦過市場の建築物改修については20年ほど前から市場関係者の間で実際に改修をやろうという話が出ていました。しかしこれには旦過市場に存在する3つの組合と店主と土地建物の所有者など約185人の関係者の考え方の違いや思惑などからなかなか進みませんでした。しかし決定的な動きが出ました。2021年7月に北九州市がなんと総事業費34億円をかけて旦過市場に地上4階建ての複合商業施設を建てると発表したのです。実際の完成予想イメージ図を見てみましょう。新しい市場は延べ床面積約8700平方メートル、1階2階に店舗が入って3階4階と屋上には車が約150台も入る駐車場になります。小倉の街で車を止めるときにはいつも駐車場探しで苦労しますから、これはありがたいことです。さて、ここまで紹介してきた小倉の旦過市場と同じように時代の移り変わりとともに姿を変えてきた商店街をもう一つ紹介してみましょう。 JR 小倉駅から鹿児島本線の下りに乗って15分ほどの場所にある黒崎を中心に広がる黒崎商店街です。 Google マップで黒崎商店街の場所を確認してみましょう。黒崎駅を中心に放射線状に広がるこれらの商店街にはカムズ名店街や1番街、3番街などの昭和テイストの名前が残っています。ここ黒崎の街の歴史を簡単に紹介しましょう。黒崎は北九州の第二の都心と言われており、大きく発展した街でした。江戸時代には小倉の街と同じく長崎街道の宿場町として栄えた街ですが、昭和初期に入って
土地区画整理事業が行われて、特徴的な放射線状の道路整備がされています。そして戦後昭和34年に百貨店黒崎井筒屋が開店し、さらに賑やかになってきます。この写真はその当時の黒崎商店街の写真です。後ろに当時完成したばかりの井筒屋の建物が見えます。西鉄電車が走っている黒崎駅前の様子です。この写真は当時の黒崎商店街の写真です。婦人服を売る商店が道沿いにたくさんの衣類を展示しています。写真の藤田銀店街は黒崎地区を形成する老舗商店街でしたが、2008年にはその大部分が撤去されたとのことです。当時の黒崎は小倉ほど賑やかではなく、どことなく工場街のような雰囲気も混ざり合い、独特の街並みになっていたそうです。そして昭和54年黒崎駅前に百貨店そごうが開店します。日本各地で店舗展開していたそごうですが、黒崎そごうは九州初出店でした。カラフルなアドバルーンが上がり、秋晴れも相まって非常に華々しい開店となりました。当時まだ国鉄だった黒崎駅前には約30万人もの人々が黒崎そごうの開店を目指して詰めかけています。人の多さに圧倒されそうです。こちらは黒崎そごうオープン翌日の朝日新聞の一面です。大々的に報じられています。写真の大見出し、メイト開店のメイトとは、黒崎そごうが入っていた商業施設ビルのことです。メイトは東側、中央、西側の3ブロックに分かれており、そごうは東側、中央は黒崎メイト、西側にはジャスコ黒崎店が入っていました。この黒崎そごうの開店の影響で、さらに JR 黒崎駅周辺の人並みは増えたのですが、全国の百貨店と同様にその勢いを徐々に失ってきます。黒崎そごうは開店して約20年後の平成2年をピークに収益は下落傾向に転じました。この背景には北九州工業地帯の衰退によって人の流れが変わったことがあり、さらに施設の老朽化を修復するための費用も考えた結果、これ以上の経営は無理だと判断が下されます。平成12年黒崎そごうは閉店し、その跡地には先ほどちらっと出た向かいの黒崎井筒屋が入りました。先ほど紹介した写真では、黒崎そごうだった看板が井筒屋の看板に置き換わっているのが分かると思います。ただそれでも経営の悪化に歯止めがかからず、井筒屋も苦戦しており、家賃の引き下げをメイト側に頼みます。何度かメイトサイドはこの要求を受け入れたものの、最終的には話し合いがまとまらず、テナントが次々に退出してフロアが空洞化していきました。そしてついに2020年にメイトは経営破綻し、同年の8月末で営業を終了しています。黒崎そごうのライバル店になるはずだった JR 黒崎駅を挟んで反対側に建設されたコムシティも、実は2001年の営業開始から約1年で早々に経営破綻します。これら大型商業施設の経営終了の煽りを受けて、黒崎商店街も徐々に人が少なくなり、今ではシャッター通りに近い街並みになってしまいました。かつては栄えた活気のある商店街がだんだんシャッターばかりのお店になってしまうのは複雑な思いがしてなりません。さてここまでは北九州市都心小倉の活気ある商店街旦過市場や、だんだん力を失いつつある黒崎商店街を見てきました。ここで少し別の視点から北九州市を見ていきましょう。実は多くの映画やドラマのロケ地に使われていることをご存知でしょうか。旦過市場のところで1960年代を時代背景とする映画初恋が撮影されたことはすでに紹介しました。風情があってレトロな雰囲気の作品や、市街地を大胆に使った大掛かりなアクションの撮影など、幅広いジャンルの映像作品が実は撮影されているんですね。北九州市で撮影された名作2本を紹介します。まず1本目は2017年に公開された人気刑事ドラマ相棒、劇場版4作目首都クライシス、人質は50万人、特命係最後の決断です。この作品は小倉の街を使って撮影されました。水谷豊が演じる頭脳派の刑事杉下右京が、反町隆が演じる鏑木刑事とタッグを組み事件を解決していく物語です。物語の舞台は首都東京なのですが、なんと撮影に使われたのは JR 小倉駅から徒歩10分のところにある古文字通り6車線です。ここになんと約3000人ものエキストラが動員されて、大掛かりなパレードシーンやアクションが撮影されました。実はこの古文字通りには小倉駅からモノレールが伸びていて、地元の人ならあれモノレールじゃんと気づくこともできたのですが、やはり映像のプロはすごいです。
モノレールの橋梁は何ということか、東京の首都高に見えるようになっていました。もし日本に北九州市がなかったら、この映画はできてなかった。主演の水谷豊をそう言わしめた映画の街北九州。先ほど紹介した旦過市場の近くにある百貨店小倉井筒や、商業施設アイムを含む北九州市内約30カ所で撮影が行われています。ただ古文字通りの撮影の時は2回も雨に見舞われて、なかなか大変だったそうです。2本目は2013年に公開された映画あなたへです。あのポッポ屋で名コンビだった主演高倉健、監督古畑康雄です。高倉健はこの作品が最後の出演となりました。ストーリーは亡くなった妻の真意を知るために、高倉健演じる刑務官倉島英二がワンボックスカーで旅に出るというものです。この映画で使われた北九州市のロケ地は門司区役所でした。門司といえば観光スポットの門司港レトロが有名ですが、門司区役所もこのレトロの中にある趣のある建物です。この2つ以外にも西島秀俊主演のテレビドラマモズで小倉市街地の爆破シーンが撮影されたり、門司港レトロ海峡プラザで深田恭子主演の映画ワイルドセブンで爆破シーンが撮影されるなど、多くの作品に北九州市が使われています。これには北九州フィルムコミッションという北九州市にロケを招いて撮影してもらうように依頼したり、実際にロケ隊が来た時にサポートをする組織が熱心に活動していることが大きいです。今後もどんな作品に北九州市が登場するのか楽しみです。さて、北九州に広がり始めている新しい文化ロケの招致ですが、もっと古くから伝わるこんな文化をご存知でしょうか。角打ちです。タレントマツコデラックスのテレビ番組マツコ有吉の怒り浸透の2016年の放送回で、後世に残したい角打ち酒屋と紹介され、注目度がアップした文化です。これは一言で言うと立ち飲みすることなのですが、実はかなり奥が深いのです。角打ちの語源は諸説ありますが、有力なのは酒屋で量り売りされたお酒を木の四角いマスの角から飲むことや、酒屋の隅で購入したお酒を飲むことなどと言われています。角打ちが北九州で始まったのは、この土地が工場や炭鉱、港など労働者が多く働く町だったからと言われています。労働者たちが仕事の疲れを癒すために帰りにふらっと酒屋に立ち寄ってお酒を飲んでいたことが角打ちと呼ばれて全国に広まったようです。さて、現在の北九州市でもこの角打ちの文化は途絶えることなく続いています。2018年時点に角打ち文化研究会という団体が調査した結果、角打ちができるお店はなんと市内に150軒ほどもあるそうです。今回角打ちを楽しめて昭和の雰囲気をそのまま味わえるような横丁を紹介しましょう。その場所は北九州八幡西区の JR 折尾駅東口を出たところにあります。折尾駅周辺の地域は大学や短大専門学校が多数並ぶ学生街でありながら、住宅街も広範囲に広がる利便性の良い街です。そんな学生街の片隅の堀川沿いに30軒ほどの角打ちや小料理屋が並ぶ一角があります。その中に大正7年に創業した高橋酒店があります。パッと見た雰囲気は一見コンクリート造りで普通の酒屋に見えるのですが、ここは先ほど紹介したマツコと有吉の番組でも取り上げられた名店なのです。中に入ると一気に昭和にタイムスリップしたような懐かしい雰囲気に包まれます。おでんの大根は50円、レンコンの串揚げも50円、他のメニューもびっくりするような値段で、東京在住の人は衝撃を受けるかもしれません。このお店は高倉健も来店したことがありました。ある日なんと高倉健が突然フラッとお店に来店します。ジュースだけ一杯飲んで帰ったとのことです。北九州市の角打ちは小説にもよく登場します。例えば北九州市出身の小説家日野足平が昭和27年から読売新聞で連載した作品花と竜には次の一節がありました。彼らの楽しみは何より角打ちだ。マスの角からキューッと冷酒を一息に飲むことである。さて、ここまでは北九州市の立ち飲み文化角打ちを紹介してきましたが、北九州市にはこれ以上にディープな部分があります。北九州市の中心部として栄えた JR 小倉駅周辺ですが、駅の南西部に広がる京町、仙道町は風俗街が広がるエリアになっています。 JR 小倉駅から300メートルほどとかなり近い距離にあり、歩いて数分のところにお店が並んでいて、早朝から営業している店舗や客引きの男性たちの姿を見ることができるのが特徴です。
このエリアは北九州市のお隣の福岡市中洲と並ぶ福岡の二大風俗スポットと呼ばれています。仙道町の歴史は古く、明治16年に朝日町遊郭が建てられたのが始まりです。遊郭と聞くと眉を潜める人もいるかもしれません。しかしそもそも遊郭とは、国や自治体に営業を正式に認められた遊女小屋が集まるエリアのことを指します。つまり歴史とした許認可を得た商売だったのですね。さて、仙道町はもともと名前からわかるように船乗りが多く暮らしていた町でした。玄界灘に面していることもあって、新鮮な魚や海藻、貝類が多く取れたのです。そんな海に生きる船乗りの男たちを癒すために、たくさんの女性が従事するようになったのが朝日町遊郭の起源だと言われています。仙道町には遊郭だけではなく、芸妓置屋や映画館などが集まり、最盛期には非常に賑やかな繁華街になっていたそうです。実際に昭和が始まったばかりの頃、朝日町遊郭には遊女を置いて遊ばせる妓楼が30軒、そこで働く女性たち、将棋がなんと250人もいたと言われています。そんな朝日町遊郭ですが、第二次世界大戦中はさすがに影を潜めていました。昭和50年頃に成人映画館として始まった小倉名画座は、今なおその姿を見ることができます。外から見えるこの看板、なかなかの雰囲気を放っています。小倉名画座の2階はもともとストリップ劇場だったので、中央にせり出しがある舞台がそのまま残っている、少々特殊な映画館となっています。さて、ここまでは小倉の仙道町を紹介してきました。赤線つながりということで、同じ北九州市内にある若松区の赤線跡も紹介しましょう。若松区は北九州市の北西に位置する区です。左上の赤い線で囲まれた部分が若松区です。今でこそ新興住宅地が増えてきた町ですが、かつては採掘した石炭の積み出し港として栄えた町でした。そう、そこで働いていた労働者のために遊郭が形成されました。これが仙道町の遊郭と同じく、明治時代に成立したレンガ町遊郭です。現在ではかつての色町だった名残があるだけで、静かで寂れた雰囲気が残る町並みとなっています。将棋も110人ほどいたそうですが、かつての熱気はどこにも感じられないほど、今では人気のない建物が並んでいます。さて、今回の福岡県北九州市の動画、いかがだったでしょうか。戦前戦後力強く生き抜いてきた市場や、時代の変化が確実に訪れている街並み、今も残るアンダーグラウンド的なスポットなど、北九州市の知らなかった姿や歴史を実感してもらえたかと思います。九州最北の地として存在感を放っている北九州市に今後も注目していきたいと思います。この動画が良かったなと思われましたら、高評価およびチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきありがとうございました。